大手アパレル会社の最終面接へ、母のスーツで行った私に、上から目線の面接官は、そのスーツはゴミ捨て場で拾ってきたの？作った人の顔が見てみたいわ、と言い放った。ええ、いいですよ。そう言って、私は社長からこのスーツについて説明してもらった。面接官はみるみる顔面蒼白になり、私の名前は斉藤誠。来年の春に大学卒業を控え、現在就職活動中だ。アパレル業界で数社を受け、第一志望の大手アパレルメーカー竹下テキスタイルの面接へ向かう電車に乗っていた。子供の頃から自分で言うのもなんだが頑張ってきた方だと思う。幼い頃両親は離婚し、私は父親に引き取られ、弟は母親に引き取られた。父親に引き取られた私は、仕事でほとんど帰ってこない父親の代わりに家事を失敗しながらもこなし、家庭科では常にいい成績を取れるくらいに家事は上達した。離婚から数年経つと、父親は、新しい母さんとは思わなくていい、俺の恋人だ、と再婚することを伝えてきた。さすがに赤の他人との同居に耐えられそうになかったので、ちょうど大学進学のタイミングで一人暮らしを始めた。生活こそもともと家事は得意だったから問題はなかったものの、生活費をバイト代で賄うのはかなり厳しかった。学費を払ってくれた父親にこれ以上甘えられなかったし、新しい奥さんもいるのであまり関わりたくもなかった。それなりに大学での友人や製法工場のバイト仲間もいたが、みんな親の仕送りがあり、遊びのためのお金稼ぎをしているようだったので、本心まで打ち解けることはできなかった。その中で見た目はチャラチャラして遊び人かと思っていたが、真のしっかりとしたユージという友人ができた。ユージの両親は離婚していて、女手一つで育てられたらしい。いつかビッグになって親孝行するが口癖のいいやつだ。もう一人、奨学金で大学に通っている同い年の川瀬真由美という女性がいた。真由美とはお互いの苦労話からくだらない話まで腹を割って何でも話すことができた。将来アパレルメーカーへ勤めたいという気持ちがあって、縫製工場でバイトしているのも共通点としてあり、すぐに仲良くなった。知り合って数ヶ月、私たちはごく自然な流れでお付き合いを始めていた。大学2年の夏休み頃、弟から連絡があり、数年ぶりに再会したことがある。駅前で待ち合わせたが、通話しながら服装の特徴を伝え、なんとか会えたくらいに、お互いすっかり容姿も変わっていた。弟は母親に引き取られてから割と平和にやっているよと言っていた。女手一つじゃ大変なのかと思っていたが、弟の話では大学へも進学させてもらえるというし、塾や習い事なんかも自由にやらせてくれていたのだとか。自分の境遇に比べると弟の方が気楽そうだなと本音では思ったが、それでよかった。たった一人の兄弟、幸せでいてくれればそれでいい。母さんに会いたいと思う？弟は唐突に聞いてきた。そうだね。曖昧に同調したが、母親は私のことをどう思っているのか、その方が気になった。気持ちの整理はつかなかったが、弟はすぐに母親に連絡を取り、後日会うことになった。
どういう態度でいればいいのか、何を言えばいいのか全くわからなかった私は、真由美に相談すると、一緒に行こうかと申し出てくれたので、真由美と二人で母親に会いに行くことにした。小さな喫茶店で待ち合わせた。緊張する私に、隣の真由美は肩をポンと叩き、リラックスと声をかけてくれた。カランと喫茶店のドアが開き、昔の面影のある母親の姿を見つける。母親は成長した私の顔を見てもわからないだろうと思い、自ら手を挙げて、こっちと呼んだ。まこちゃん、久しぶりね。元気にしてる？うん、ぼちぼちね。こちらは川瀬さん。今、お付き合いしてる。川瀬真由美です。あら、そうなの。飲み物でも頼みましょうか。二人とももう食事は済んだの？うん、大丈夫。じゃあコーヺーと。最初は他愛ない話。大学のことやバイトで真由美やユージという友人と出会ったこと。私と真由美はアパレル系の道へ進みたい共通点があること。弟との再会ではお互い成長しすぎてなかなか合流できなかったことなど、気づけばほとんど私が喋って母親はニコニコと相槌を打っていた。そう、そうなのね。そっか、苦労かけちゃったわね。途中から母親は涙ぐみ始めた。真由美もつられて鼻をすすっている。あ、いや、ごめん。母さんを責めたりとか、そういう意味じゃないんだ。なかなかこういう話ってできる人が限られるから。真由美にはよく話すんだけど、真由美も奨学金で大学行ったりして、苦労してるからさ。真由美ちゃん、まこちゃんと一緒にいてくれて、ありがとうね。いえいえ、私もたくさん話を聞いてもらったりしてるし、それに、まことさんのこと大好きですから。真由美の発言に、カーッと顔が熱くなって、ぬるくなったコーヒーを流し込んだ。それを見て、母親は涙を拭いながら笑っていた。母親として二人のこと応援するわ。二人ともちょっと採寸させてよ。とっておきを仕立ててあげるから。手を振って別れた。母親は私たちが電車に乗り込んで見えなくなるまでずっと手を振っていた。優しいお母さんだね。うちの母親とは大違い。真由美はどこか遠い目をしていった。真由美の母親はいわゆる毒親というものらしく、小さい時から家族にあまりいい思い出はないそうだ。今も実家住まいだが、就職して落ち着いたらすぐにでも一人暮らしがしたいと言っていた。何も言えずに手を握るとニコニコ笑って真由美は私を見上げた。その笑顔が大好きだった。後日、母親から私と真由美に荷物が届いた。すらりと長めの着丈に胸から背にかけて優美なたるみが特徴の伝統的なクラシックスーツ。一目見ただけでも高品質なことがわかる。二人で着てみるとまるで英国映画から抜け出してきたようなクラシカルな佇まいでありつつ、日本人の体型をよりよく見せる完璧なシルエットラインに思わず息を呑んだ。こんな高級オーダースーツ、私どうしよう。これで絶対就職決めよう。真由美は嬉しそうに何枚も写真を撮っていた。その日は経歴の説明や言葉の並べ方を頭の中でイメージしながら面接会場へ向かっていた。一次の筆記試験をクリアし、この面接に受かれば正式に採用が決まる。
はいと。真由美からの連絡で少し緊張が和らいだ。カバンよし、ひげも爪も髪も整えた。靴の汚れもなし。そして一丁羅のスーツ。大丈夫だ。ご乗車ありがとうございます。まもなく〇〇駅に到着します。お出口右側が開きます。面接会場の竹下テキスタイルの本社ビルを見上げ、一礼してエントランスに足を踏み入れる。おはようございます。本日10時より面接をお願いしております。斉藤誠と申します。ご来社ありがとうございます。面接は10階に待合席がございますので、右手のエレベーターよりお上がりください。到着いたしましたら担当の者が10階におりますので、順次ご案内させていただきます。承知いたしました。ありがとうございます。受付に頭を下げてエレベーターへ乗り込む。1階、2階、3階、階の上昇ごとに緊張も増していく。10階に到着すると社員が待合席まで案内してくれた。個人面接ですでに数名が椅子に座って順番を待っている。面接で使用しますのでスマートフォンを手元に用意してください。スマートフォンはサイレントモードにしておいてください。それからこちらの書類に目を通してお待ちください。わからないことがあればお声掛けください。ありがとうございます。そう言って渡されたのは QR コード付きの書類だ。 QR コードを読み込むとオンラインチャットの招待画面が開いた。採用担当者との対面の個人面接をオンラインで、代表取締役社長もチェックしているらしい。緊張し高鳴る心臓に浅くゆっくりと呼吸を繰り返した。斉藤誠さん、面接室へお入りください。はい、失礼いたします。面接室は10畳ほど。光のよく差し込む窓にはブラインドが下ろされているが、隙間から差し込む光に面接官の姿が逆光となり、はっきりと顔を認識するのに時間がかかる。母親と同じくらいの年齢の女性だろうか。では面接を始めさせていただきます。斉藤誠さんですね。オンラインチャットを開いた状態で受け答えはこちらを向いてお願いします。どうぞおかけください。失礼します。私はオンラインチャットをつなぐと椅子に浅く腰掛け、女性面接官の言葉を待った。履歴書は拝見しております。来春丸抜大学を卒業する見込みとのことで。面接官は顔を上げて私を見るなり、ぷっと吹き出した。ダッサいスーツ着てるわね。そのスーツはゴミ捨て場で拾ってきたの？え？我が社はアパレルの第一線にいる企業です。ご存知ないですか？もちろん存じ上げておりますし、このスーツは。あのね、ここは面接室で私が面接官。あなたは私に聞かれたことに答えるだけでいい。わかったら返事をして。はい、すみませんでした。私は頭を下げた。ふん、社会人の経験もないくせにダッサいスーツ着て。作った人の顔が見てみたいわ。面接官はそう言い放って履歴書を遠いテーブルに投げた。私はカーッと頭に血が昇るようだった。ええ、いいですよ。これが切り札になるとも思えないが、一か八か。悔し紛れで私はオンラインの画面に向かって話しかけた。母さん、このスーツは母さんが作ってくれたものですよね。面接官はその言葉に
回転椅子を半回転して振り向いた。しばらく応答はなく、沈黙が続く。ああ、あ、聞こえますか？接続に手間取っちゃってごめんなさい。間違いなく、私が斉藤誠に作ったものですよ。そんな、高木さん、あなた大事な未来の社員候補、お客様候補、取引先候補にその高圧的な態度はないんじゃない？それに私が作ったスーツをダサいって、その見る目のなさにはがっかりです。違うんです社長。言葉はね、一度出したらもう引っ込められません。あなたが軽く言った一言で誰かの人生を変えてしまうかもしれないし、あなたの人生を変えてしまうこともある。口に出すことはあなたの人生をかけた言葉だと思いなさい。高木さんの面接態度に問題があると以前から話が出ていたので、今回オンラインで私も拝見させてもらいましたが、ここまでひどいとは思わなかった。なので、いろいろな方面に迷惑をかけて申し訳ないけど、面接官を変えて全員面接をやり直させてもらいます。回転椅子から崩れ落ちた面接官が頭を抱えていた。高木さんはこの後オンラインでいいわ。話をしましょう。今後について話したいです。まこちゃんはまた会社から連絡するから、今日はごめんなさいね。退出してください。承知いたしました。ありがとうございます。私は深く頭を下げて面接室を後にした。偶然が重なる日だった。でもそれが必然だったのだろうと私は納得した。その後、竹下テキスタイル社から謝罪と再面接のお知らせが届いた。その後、再面接が行われ、私は無事に内定をもらった。真由美も第一志望のアパレル会社から内定をもらい、喜びにあふれていた。すごくいいスーツ着てるって褒められたの。まこちゃんのお母さんのおかげだよ。ありがとう。真由美はそう言って泣き笑いを浮かべた。一応父さんにも報告しようかな。そう言うと真由美の顔が曇った。じゃあ私もお母さんに言ってみる。勇気を出してお互い同時に電話をかけたが、どちらもその場ではつながらなかった。数時間後、父親からメールが入った。電話に出られずすみません。就職内定おめでとう。こちらの奥さんも喜んでいます。元気でやっていってください。たったのそれだけだった。まだいい方だよと真由美は言っていた。母親に就職したら小遣い入れろとだけ言われたのだそう。就職先も聞かれなかったのだと。真由美を思い切り抱きしめた。お互い社会人生活に慣れたら結婚を前提に一緒に暮らそう。うん。悲しそうな真由美の顔がどんどん笑顔になっていく。それだけで胸がいっぱいになった。ちなみにユージも無事に希望していた IT 企業から内定をもらえたらしい。ゆくゆくは独立するらしいが、吸収できることは全て持っていくと豪語していた。そして近いうちに乾杯しようと約束した。後日内定を祝って、私、母、弟、真由美と集まって母さんと弟の家で食事会をした。二人とも第一志望就職おめでとう。ありがとう。まさか母さんの会社で働くことになるとは。きっと何かの巡り合わせよ。弟さんは将来何かしたいことあるの？
俺は IT 系に進みたいと思ってます。母さん機械音痴で、昔から俺が代わりにパソコンよくいじってたから、得意っていうか、やりがいを感じられるんです。IT 系といったら、俺の友達のユージってやつが IT 企業に就職するから、先輩としていろいろ聞いてみたらいいよ。ユージにも連絡を取り、後日会うことになった。弟はまだ未成年で、お酒を飲むことはできないが、母と私と真由美は軽めのシャンパンを飲み、まったりと過ごしていた。その中で台所に立った母の洗い物を手伝うふりをして話しかけた。例の面接官の人どうなったの？身内とはいえ個人情報は漏らせないわよなんてね。相当やばかったみたいでさ、自分の都合のいいように情報を書き換えたりいろいろやってたみたい。母さん機械苦手だからって人に任せすぎちゃったのかな。やっぱりちゃんと自分の目で見たものを信じないとダメね。会社辞めて今度は IT 系に行くとか行かないとか。ユージと同じ会社とかじゃないだろうな。違う違う、絶対違う。そんな優秀じゃないから。あの人わかんないよ、世間は狭いんだからさ。母親は笑って食器を片付ける。俺さ、真由美と結婚しようと思ってる。しなさい。向こうの親御さんにはお会いしたの？いや、まだ。私は少し酔っていたせいか、ずっと聞きたかったことを素直に口に出すことができた。母さんたちはなんで離婚したの？お父さんの母親、義母と私、折り合いが悪くて。お父さんのことは好きだったんだけど、お母さんがね。決定的なきっかけは、弟のおしゃべりが少し遅かったのを見て、病気だって騒ぎ出したのよ。でもそんなことなかったでしょ？限界だった。本当はね、二人一緒に引き取りたかった。でも、お父さんが泣いて頼むのよ。お願いだから、誠だけでも面倒見させてくれって。私も当時は稼ぎがあるわけじゃなかったから、泣く泣くお願いしたわ。だから連絡はずっと取ってる。会うことはないけど、誠の就職も私が先に行っちゃった。言葉少ないからあの人誤解されやすいけど、立派なあなたの父よ。私の見る目は間違ってなかったって今でも信じてる。今まで知らなかったことをいろいろ聞かされたせいか、お酒が回ってきたのか、クラクラした。大丈夫？やだ、顔真っ赤。ちょっと横になる。二人暮らしには広すぎる一軒家のテラスで、ウッドデッキに寝そべった。まこちゃん、大丈夫？真由美が心配して水を持ってきてくれた。すぐ隣に腰掛けて、意味もなさそうに、テラスの観葉植物を触っている。ありがとう。なんか、変化のある時って、立て続けに世界が変わるっていうか。わかる気がする。続くよね。さっき母親に、離婚した理由聞いちゃってさ、思ってたのと全然違って、衝撃受けたよ。そっか。だからってどうしようもないけどさ。そうだね。周りがどうであれ、まっすぐ生きていくしかないもんね。見たくない、真由美の悲しい顔だ。私は起き上がって真由美を優しく抱きしめた。真由美の親御さんにも挨拶したい。もう少し
落ち着いてからがいいかも。お母さん、今仕事変えたばっかりで大変みたいだから。私は妙な胸騒ぎを感じた。後日、なんとか無理を言って真由美の母親にご挨拶へ伺うことになった。スーツのジャケットに袖を通しながら、ふうと深呼吸を繰り返し、真由美の自宅へ向かった。ただいま。こんにちは。お邪魔します。返事はない。いつもこうだからと真由美が言って部屋に入っていく。お母さん、会ってほしい人がいるって話、連れてきたからこっち向いて。斉藤誠さんよ。見まがうことなく、あの女性面接官がそこにはいた。高木は真由美の実の母親だったのだ。スーツでいた面接室での印象よりかなりくたびれた格好をしている。あの時の、覚えていてくれたんですね。くっそ、忌々しいことを思い出させやがって。出て行け。暴れようとする高木を必死でなだめようと、高木に抱きつく形になった真由美。お母さん、やめてよ。二人に怪我をさせないよう準備していた毛布で高木と真由美を引き剥がし、高木をくるみ込んだ。それ以上暴れると通報しますよ。生意気な、触るな。真由美、戻ってこい。真由美、逃げろ。真由美。真由美は数秒立ち止まり、大粒の涙を流して家の外へ走っていった。高木は力なくうずくまり倒れ込んだ。私は高木を見つめたまま毛布を手放した。あなたは家庭でも会社でも禁忌を犯し続けた。どうしてです？お前に何がわかる。真由美はずっと闇を抱えていたんだ。母親からの暴言、大きな音で脅かされる、金を無心する、身内でも許されることのないことだ。ふん、証拠もないくせに言いがかりはやめな。これでもか。スマホの動画を見せる。そこには真由美の母親が真由美に向かって暴言を吐き、逃げる真由美を追いかけ回している動画が流れていた。就職祝いの会のテラスで、まさかと思い真由美に話を聞くと、会社では離婚後も結婚時の名字を名乗っていたそうだ。疑いが確信に変わり、万が一に備えてできる準備をして今日に至った。目を見開き立ち上がろうとする高木に後ずさりする。今の状況も録画していますから、これ以上何かあれば警察に提出します。真由美にもう近づかないでください。これからは私が真由美を守っていきます。なんだよ、また一人か。高木は立ち止まり、その場に崩れ落ちた。正座したまま床に突っ伏して、頭を左右にコツンコツンと振っている。ブツブツと何かつぶやいているようだが、聞き取ることはできなかった。おそらく高木はメンタルを病んでいるようだ。私は小さく頭を下げ、その場を後にした。数日後、私は真由美と手をつなぎ桟橋を散歩していた。あの動画が決め手となって高木は措置入院となった。真由美と私は少し早いが一緒に暮らし始めた。そして新生活がもうすぐ始まる。まこちゃん、私自信ないんだ。何の？これから。それは私も同じ気持ちだった。戸籍がどうなるとか、高木の退院後とか、二人の将来とか、調べても考えても混乱するばかりだった。
それでも真由美と離れたくない。同志の気持ちは変わらなかった。私ここまで頑張ってきて生きてきてよかったんだよね。うん、いっぱい頑張ってきたよ真由美は。うん、どこで間違っちゃったのかな。真由美は間違ってなんかないよ。俺を選んでくれた。本当にこれでいいんだよね。私怖いよ。真由美が俺を選んだことも、俺が真由美を選んだことも間違ってなかったって俺が証明するよ。今まで辛いことも苦しいことも悔しいことも多かった。でも腐らず諦めずここまで来た。だからこれでよかったんだよ。これからの未来を作るのは俺たちだよ。正解だと思う道を選んでいこう。迷ったら一緒に話し合おう。二人でダメなら有事でも誰でも巻き込んで、頑張ることをやめずに生きればきっと道は開ける。ありがとう。桟橋は風が強くて潮風が目にしみるので、立ち止まってゴシゴシと目をこすった。私の目に映った真由美の笑顔に嘘はなかったと、いつか証明される日が来ると信じている。二人はゆっくり歩き出した。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。新参者のジジイは仕事しとけよ。グアム旅行来るなよ。50歳になってから訳あって転職した俺だけど、転職先の会社の社員旅行でグアムに行く予定だったものの、俺だけ搭乗券がなかった。そう、年下の社員にはめられたのだ。どうやらこの年下の社員は俺のことをただの平社員だと思っているらしい。そうだよな、知っていたらこんな行動するはずもないもんな。自分の首が飛ぶことになってしまうのに。俺の名前は高橋さとる。もう50歳になる男だが、訳あってこの年で転職することになった。引っ越し作業や様々な書類の手続きなど、ちょっとばかり面倒なことが重なって、転職から1週間くらいは疲れる日々を過ごした。それから1ヶ月弱が経過。新しい住まい、新しい環境、そして新しい職場にも慣れ始め、俺の日常は安定してきていた。この数日間仕事で、まあ語るほどじゃないのだが、いろいろとあった。だがそのことも新人の俺にとっては良い刺激になった。こんな風に新生活にはおおむね満足している。50歳を迎えてからの転職だからか、俺に仕事を教えてくれるのは年下の先輩ばかりだ。若い人材が多くて皆に活気がある。多くの先輩たちは俺の実力を認めてくれ、頼りにもしてくれた。そんな彼らに負けじと俺も前職で培った経験を礎にして充実した仕事をしていた。しかしそんな俺の生活の中に一点だけ暗い暗い日陰が存在する。新しい職場で俺の直属の上司にあたる人物、課長の加藤優太だ。わずか32歳にして課長に就任した有名私大卒のエリート社員である。スピード出世が彼のプライドにもなっているようで、50歳で平社員として入ってきた俺を目の敵にしている。種々の申請はなかなか通してくれないし、書類承認の際もやたらとケチをつけてくる。とにかく俺を気に入らない様子で、ジジイ新人なんか使えないと彼からの評価は常に最底辺にとどまっている。そんな彼が肩書きに見合うほどの上司、有能な社員なのかというと、甚だ疑問が残る。態度は横暴で、お気に召さないことがあるとすぐに怒鳴り散らす。思い通りにならないのが嫌なタイプなのだろう。
高すぎるプライドがそうさせているのであろうことは想像に難しくない。とにかく自己中心的な人で、嫌な仕事を部下に押し付けてくることもある。手柄を横取りする手際に関しては社内の誰よりも長けているとのこと。前々からそういう人物だとは聞いたことはあったが、とりわけ最近は激化しているようだ。おそらくバカにしてこき使うことのできるジジイ新人が来たからだろうな。実際のところ俺の抱える業務量とその内容は課長職を自称してもいいくらいだ。では当の課長は何の仕事をしているのかといえば、これまた呆れ返る。彼が夢中なのは書類でもパソコンの画面でもなくスマホなのだ。課長、何をされているのですか？会員がそう暗に指摘しても、うるさい、調べ物だの一点張りで全く改善は見られない。一度彼のスマホ画面を覗いたことがあるのだが、映っていたのは複数の大型ロボットが戦っているアニメーション動画だった。この会社ではロボット産業に関わっていないし、アニメーションや脚本とも関係ない。どこが調べ物なのだと、そう心の中で憤慨するカインは俺だけではないと聞く。こんな調子であれば当然俺も含めて彼の部下たちは業務を背負いきれなくなる。毎日のように残業していて、そろそろ西に沈む夕日が恋しく思える。それでも課長は必ずと言っていいほど定時に退社する。定時退社すること自体は悪ではないし、むしろ推奨されるべきあり方だ。しかし加藤課長の場合は違う。ただスーツを着て事務所にいるだけで、やっていることは家での休日と大差ない。じゃあ俺は帰るからな、しっかりとやっとけよ、特に新人のお前はな。時刻は18時。今日も一足先に帰るようだ。他人に向かって人差し指を向け、俺に名指しで言う。本来なら手伝ってもらいたいのだが、この人に限ってはいない方が効率的だ。はい、お疲れ様です。俺も他の会員も彼を引き止めようとはしなかった。32で課長になるのだから、もっとしっかりやればさらなる昇進も夢ではないだろうに。状況を見かねた俺は課長以外の先輩たちと協力し、業務効率の向上を試みた。まずは近年のペーパーレス化に準じて印刷物を少し減らした。無駄なファイリング時間やファイルした書類を探すだけの時間を削ることに成功。次に無駄な打ち合わせを廃止した。だらだらと小さい報告をするだけのために割く1時間は大いに無駄だ。すぐにやめ、社内メールで会員各位に共有するだけにとどめた。この調子で俺たちの仕事はどんどん効率が良くなり、次第に残業時間は減っていった。最初に効率化を提案したこともあり、嬉しいことに俺は諸先輩方から感謝された。がそれを面白く思わない人物が一人、言うまでもなく加藤課長だ。効率化について最初はノータッチだった課長だが、発案者が俺だと知るなり手のひらを返したように否定し始めた。勝手なことするな。すいません、しかしあのままでは皆さんの体が持ちません。うるせえ、疲れるほど働いてなんぼだろ、楽しようとするな。自分は疲れていないし働いてもいないくせによく言う。いびりに抵抗するのも疲れるし時間の無駄だ。俺はそのまま何も反抗せず、ただ謝るだけ謝って仕事に戻った。俺がこの職場に来てから1ヶ月半ほどが経った。ありがたいことに
歓迎会も兼ねた社員旅行が実施されることになった。目的地はグアム島で、申請すれば家族の参加も認められるそうだ。課長、こちらの承認をお願いします。社員旅行の家族同行申請書です。わかった。俺が書類を差し出すと、課長はそれをピシッと奪い取るように取った。その時もまたスマホを見ていた。鑑賞を邪魔されたことにイライラしているのだろう。こいつは俺から部長に渡しておく。ありがとうございます。一体なんだ。珍しくすんなりと承認をくれた加藤課長に驚いた。課長？なんだ、人の顔じろじろ見てねえで、どっか行け。はい。その時の彼は何やらニヤニヤと不敵に笑っていた。社員旅行当日、妻のサラを連れて集合場所へ。空港のゲート前に集合し、そこで航空券を受け取る手はずになっている。元気かな、お父さんたち。ざわざわと人の声がする中、両手いっぱいに袋を持つサラに問いかけた。何を隠そう、妻のサラはグアム出身の日系アメリカ人なのだ。事情があってグアムで暮らしていた時に彼女と出会って結婚した。大丈夫よ、この前メールが届いたの。パパが中心になって村のフィエスタを盛り上げたんだって。嬉しそうだったもの。フィエスタはグアムでよく行われる村祭りだ。守護聖人を祝うために開催されており、地元の祭りでありながら観光客でも気軽に参加できるのが魅力的だ。そうか、元気そうで何よりだな。ええと、サラの親類について話しながらゲート前へ。すでにほとんどの参加者が集まっており、同じ課のメンバーもいた。あ、おはようございます、高橋さん。声をかけてくれたのは先輩の田中さん。一昨年に入社したという新進気鋭の若手社員だ。ええ、おはようございます。航空券は加藤課長が会員みんなの分を管理していますよ。そうですか、では受け取ってくるとします。加藤課長はゲート近くの休憩スペースにいた。相変わらずスマホに夢中になっており、例のアニメーション映画をまじまじと見ていた。課長、おはようございます。あ？ああ、なんだ、来たのか。え、来たのかとは？あいにくだがな。映像を一時停止し、同行申請を出した時と似た笑みを浮かべて続けた。お二人さんの分は用意してないんだよ。え？俺が眉を潜めると、加藤課長はさらにニヤニヤし始めた。それはどういうことでしょうか。両親に顔を見せるのだと楽しみにしていたサラが問う。同じ疑問を抱いているぞと、俺も課長へ目線を向けた。言葉通りの意味さ。サボりまで新参者のお前がいけるわけないだろ。課長、それはあなたの方だろう。危うく言いかけたが、ここで揉めて今後に響くと厄介だ。それにここは公共の場所、会社名もどこかに掲げられているだろうから、悪目立ちはしたくない。おっと、もうゲートを通る時間だ。残念だったな。普段サボってる分、ジジイ新人は会社に帰って黙って働いてろ。呆然とする俺とサラを嘲笑いながら、加藤課長は搭乗ゲートへ向かった。取り残された俺とサラ、話し合いの中で個人的にグアムへ行くことを提案した。旅行用に休暇を取ってしまったし、加藤課長の言う通り会社に行っても閉まっているだろう。無理に入れば漏れなく警備会社のお世話になる。そうね、自力で行くのがいいわ。パパたちへのお土産も買っちゃったし。じゃあそうするか。
当日券を取れるか聞いてみるよ。俺としても久しぶりに義理の両親に顔を出したい。それに本来社員旅行の2日目には重要な用事があった。加藤課長は知らなかったと見えるが、決して行かないわけにはいかない。10分ほど列に並びカウンターへ。すいません、今日のグアム行きで2席空いていますでしょうか。はい、確認いたします。姿勢よく丁寧な物腰の女性がパソコンのキーボードをパチパチと叩く。何度かマウスでクリックをした後、また俺を見た。お待たせいたしました。空きはございますが、こちらビジネスクラスでのご案内となります。ビジネスクラスか、旅費が少しかさむかな。ま、せっかくの休暇だし、よしとするか。ちょっとぐらい奮発して大いに楽しんでやろう。え、その席でお願いします。かしこまりました。なんとかグアム行きの当日券を入手。俺とサラも社員旅行の次の便でグアムへと飛び立った。ビジネスクラスでの空の旅は想像の何倍も快適だった。長時間座っていても疲れない良質な椅子、他の席よりも広い一人一人のスペース、むしろ自費で乗ってよかったかもしれない。ごめん、ちょっとトイレに。ええ。出発してから1時間半、コーヒーをいただいていた俺はどうしても我慢できずに席を立った。案内標識に従ってトイレへたどり着いたのだが、使用中だった。近くで数分待っていると流す音が聞こえた。やれやれ、やっとか。ガチャッと鍵が開き、男性が出てきた。お待たせしてすいません。あれ、高橋さん？ん？あ、一郎じゃないか。現れたのは転職前の後輩、一郎だった。まさかここで会うとは思っていなかった手前、お互いに驚いた。どうしてこんなところに？休暇で家族と日本に行っていましてね。これからグアムに戻って仕事ですよ。そうだったのか。俺も休暇でな。妻の実家に挨拶でもと思ってるんだ。まあ、日本に移ったのはついこの間だけどな。あれ、休暇なんですか？父さんからは社員旅行でグアムに来るって聞いてましたけど。ああ、聞いてたか。実はこの一郎、元いたグアムの会社の霊職なのだ。彼と親睦が深かった俺は、当然彼の父とも縁がある。その社長と今の職場の社長にもつながりがあり、俺はそのつてで日本に呼ばれたのだった。まあ、隠すことでもないかと俺は一郎に事情を話した。それは大変なことになりましたね。おいおい、笑い事じゃないぞ、まったく。いや、すいません。しかしその加藤課長とやら、どうなりますことやら。そうだな。加藤課長の話を聞いた一郎が大笑いしたのは、どうして俺が日本に呼ばれたのか、その理由を知っているからだろう。あれ、じゃあ懇親会はどうされるんですか？確か社員旅行の2日目に開かれるんでしたよね。さあ、どうしようか。課長のおかげで俺は今休暇中ってことになってるはずだからな。はてさて、どうしたものか。おっと、俺はトイレに来たんだった。ああ、引き止めてすいません。とりあえず用を足し、問題についてはまた後で考えよう。事態の解決策は思いつかないまま、飛行機はグアムの空港に到着。サラと一郎を連れており、コンベアに乗った荷物が来るのを待っていたその時。おや、高橋じゃないか。わざわざ自費で来たのか。かわいそうなやつだ。それはどうも。なんだ、まだ空港にいたのか。いつも通りの見下ろす態度だが、今は特段腹が立つな。ま、お前のホテルも飯も用意されてないから、
せいぜい自分で何とかするんだな。言いたいだけ言った加藤課長は、ケケケと笑いながら社員たちの方へ戻っていった。近くでその様子を見ていた一郎は必死に笑いをこらえていた。だから笑うことではないというのに。荷物を取って30分ほど一郎と話していると、サラのおじが車で迎えに来てくれた。一郎とはここで一旦お別れだ。じゃあまたな。よかったらお前の奥さんも含めて4人で食事でもしよう。そうですね、明日の夕方にでも。ああ。最後にもう一度手を振り、車に乗り込んだ。目的地はサラの実家だ。その夜、親戚が集まってガーデンパーティーを開いてくれた。たった1ヶ月半だが、娘が国境を越えて離れるのは寂しいようだ。義父も義母もサラとの再会を喜んでいる。おお、美味しい。やっぱりこの味だ。日本にもビールはあるでしょ。キャッキャッと盛り上がる3人を見ながら、俺はサラの弟とビールを飲んだ。あるにはあるけど、どうも口に合わなくてな。こっちでの暮らしが長かったからかな。そうなんですね。よかったらうちにあるビール持ってってくださいよ。いいのか？もちろん。あ、でも量には気をつけてください。規定の量を超えるとお金取られますから。ああ、わかったよ。話も酒も進み、いよいよほろ酔い気分。パーティーにおいて一番楽しい時間だ。だが、その音はそんな時間に水を差す。あれ？電話だ。右ポケットに入れていた携帯を出すと、画面には加藤課長の文字があった。気乗りしないまま仕方がないので出ることに。もしもし、高橋ですが。おいお前、今どこにいるんだ？さっさとアレインホテルに来い。ものすごい剣幕で思わず耳から携帯を離した。なぜです？あ？なぜもヘチマもあるか。申し訳ないですけど、お断りします。断るだと？何のつもりだお前。私らを勝手に不参加にしたのは課長でしょ。今は休課長なので失礼します。おい、ま、まだ何か言おうとしていたが、これ以上邪魔されるものかと無理やり切断。その後も複数回かけ直してきた。あまりにしつこいので着信拒否に設定させてもらうことに。そんなことを忘れてしばらく楽しんでいると、再びポケットから音が響いた。無視しようかと思ったが、そういえば課長は着信拒否にしたはずだと思い出し画面を見た。あれ？画面に表示されていたのは近藤社長の文字。近藤銀次さん。転職した先の社長で、一郎がいる会社の社長と親しい人物。グアムで実績を積み続けた俺を気に入り、自分の会社に引き抜いた人だ。御年70歳でそろそろ隠居したいとのことだ。はい、高橋です。ああ、近藤だがね、加藤君から聞いたのだが、休暇中というのは？申し訳ございません。私も社員旅行に参加しようと空港に行ったのですが。加藤課長の企てにより、俺とサラは不参加にされていたこと、個人的にグアムに来ていること、今はサラの実家でパーティーをしていること、ことの経緯をすべて説明した。そうだったのか。すまない、迷惑をかけたね。いえ、近藤社長は何も。とりあえず今日はこのまま妻の実家で過ごします。ああ、それで構わないよ。懇親会には顔を出しますので、明日はよろしくお願いします。待っているよ。時間と場所はわかるかい？ええ、存じております。わかった。それじゃあ明日は頼んだよ。大事な大事なお披露目だからね。はい。何度か挨拶をして電話は切れた。やれやれ、まさかこんな形で加藤課長のことが
社長の耳に届くことになるとはな。翌日、俺とサラは公園前で一郎夫妻と合流。タクシーで目的のホテルへと向かった。おー、すごいな。観光地であるグアムは様々な人間が訪れる。大富豪や有名人、一般人まで十人十色だ。その中でも大富豪向けに作られたのであろうこのホテルは、どこを見ても絢爛だ。高価そうな芸術品が平然と飾られている。立っている人の佇まいや机椅子に至るまで、何もかもが美しい代物であった。ここのディナーを予約してありますから、大事な懇親会の前哨戦としては十分かと。そうだね、懇親会まではあと2時間。食事をしてから懇親会の会場であるここの最上階に行くには十分ゆったりできる時間だ。優雅な食事を終え、エレベーターで最上階を目指す。料理は絶品でいい思い出になった。同じ課の先輩たちとも一緒に食事できればどれだけ良かったことだろうか。いよいよですね、高橋さん。そうだな年がいもなく緊張してきたよ。仕方ないですよ。何せ高橋さんは時期チンとベルが鳴り、最上階に到着したことが知らされる。ドアが開き、ざわざわと社員たちの声が聞こえてきた。やっと来たか、高橋。高級なホテルの雰囲気にまるで似つかわしくない男、加藤課長が怒号とともにこちらへ駆け寄ってきた。お前、昨日はよくも俺の電話切りやがったな。鬼のように顔を歪ませた課長、激しく憤慨していて、言葉の半分近くは聞き取れない。休暇中だったものですから。勝手なこと抜かすな。第一、何なんだその態度は。それが上司に対する接し方かよ。え？俺の返事の有無にかかわらず、課長はギャンギャンわめいている。興奮した彼は気づいていないようだが、他の社員たちは白い目を向けている。お前がいないから俺が叱られちまったじゃねえか。出世に響いたらどう責任取ってくれるんだ加藤さんでしたっけ。もうやめたらどうですか。こんな美しい場所でバカ騒ぎするのはおかしい。ついに我慢が決壊した一郎、恐ろしく流暢な日本語でもって加藤課長を笑った。うるさい、そもそもお前は誰なんだ。部外者は黙ってろ。ほらほら、その怒鳴り声ですよ。おいおい一郎、騒がしいだけじゃない、女性陣が萎縮して黙れと言ってるんだ。一郎が口を開くと、加藤課長は右足を何度も床に叩きつけた。その姿はさながらおもちゃを買ってもらえずに地団駄を踏む子供のようである。いいか高橋、ちょっとでも俺の出世コースを傷つけてみろ。そん時は俺の顔面に人差し指を繰り返し突きつけながら、課長は恨み事を放つ。そこへ、いや、ここにいたのか高橋くん。課長の背後から静かながらも強い声が聞こえた。社長。現れたのは近藤銀次社長だ。まずいところを見られたと加藤課長は大騒ぎで姿勢を正して笑顔を作った。こんばんは社長、昨日は申し訳ございませんでした。いやいや、こちらこそすまなかった。それに今日も休暇中だというのにわざわざ来てくれてありがとう。我が社の横に立つ加藤課長には目もくれず、近藤社長は少しためてから言った。次期社長殿。え？次期社長。現社長が俺にそう告げると、課長の肩から力が抜けた。何が起きているのかわからず、ただ唖然としている。加藤君？はい。
心配しなくても、君に出世はありえないよ。そうとだけ言い放ち、近藤社長は会場へと向かっていく。俺たち4人も彼に続いて会場入りした。先ほどまでの騒がしさが嘘であるかのように、加藤課長は静かになっていた。ただ口をパクパクするだけで何も言葉が出てこない様子であった。懇親会が始まった。会社の役員たちがそれぞれ挨拶をして、次は現社長の番。俺も緊張が増してきた。いよいよね。ああ。俺の緊張を察してか、左隣の席に座るサラが小声で話しかけてくれた。そっけない返事になってしまったことはどうか許してほしい。我が社の社員の皆さん、本日は海を越えたここグアムまで。近藤社長の前置きから始まるが、俺はそれに耳を傾けるほどの余裕を持ち合わせていなかった。そしてついにその時は来た。したがって私近藤銀次は社長の座を退き、会長として会社を見守っていくこととする。驚きの声と拍手とが混在する。それらが少し収まると近藤会長は続けた。私の後を継ぐ新社長ももう決まっている。段を上がってきたまえ、高橋さとるくん。はい。力強くかつ気品のある声で返事をした。我ながら歩き方が硬いのではないかと心配になる。高橋くん、一言頼むよ。マイクを手渡された。それを受け取った俺は会長の右側に立ち、集まった社員を見渡した。よかった、みんな受け入れてくれているように見える。会場の隅の席で一人座る例外も発見したが、俺は前に向かって未来を口にする。ご紹介に預かりました高橋さとるです。この度近藤会長の後継ぎとして社長に就任させていただく運びとなりました。会社のますますの発展を目指して進んでいく所存です。皆様よろしくお願い申し上げます。会場全体に拍手が響いた。自分でも驚く。まさかここまで歓迎されるとは思わなかったからだ。たかが1ヶ月半前に転職してきた50の男がいきなり新社長になる。もともと次期社長としてグアムから日本に呼ばれたとはいえ、そんなことを知っているのは上層の人間だけだ。ありがとう新社長殿。今後は彼と共に会社を大きくしていってほしい。それから。え？会長の話はさらに続くようだ。打ち合わせと異なる展開に思わず声が漏れてしまった。こんな時に厳しい話をするのもなんだが、会社の発展を妨げるような、みんなの足を引っ張るような人間は我が社には不要だ。帰国したら辞令を出すことになるだろうから、今は旅行を楽しんでおくように。以上。会長と共に社員一同へ頭を下げ段を降りる。その最中で見た加藤課長は額に右手のひらを当てて震えていた。親の仕事の都合で俺は昔から海外での生活が中心だった。中学までを中国で過ごし、アメリカで進学して高校と大学を卒業した。語学力を生かしてそのままアメリカで日系企業に就職。同じく語学力を生かした営業活動は俺だけの強みになり、成績は常にトップだった。売上を伸ばすための講演会を頼まれることもあった。そんな俺に声がかかったのが数ヶ月前のことだった。グアムの社長の竹馬の友という日本企業の社長近藤銀次さん。彼はもう70歳になり、
そろそろ隠居を考えていると聞いた。しかし後継ぎが見つかっておらず困っているようだ。そこで俺が近藤社長の後継ぎとして推薦されたのだった。いきなり社長をやれと言われても、俺はその会社の内情を詳しく知らない。加えてプレッシャーも大きい。そのため1ヶ月から2ヶ月ほど平社員として過ごすという条件をつけた。近藤社長はそれを快く認めてくれて、俺も同意して転職に至ったのだ。結果的にはそれでよかったと思っている。おかげで加藤課長のような人物をあぶり出すことができたわけだからな。懇親会の前夜、俺に電話した近藤社長は加藤課長に関する報告を聞いた。彼を呼び出し、俺がいない理由を問うたところ、彼は自分の都合のいいような言い訳ばかりを繰り返したという。これに立腹した近藤社長だが、同時に加藤課長も俺に怒り、責任転嫁していたようだ。俺が怒られる筋合いはないのだが、まあそれはともかく、その時点で課長の処遇をどうするかは決めていたらしい。今回の一件もそうだが、かねてより社員から加藤課長について苦情が来ていたとのこと。加えて俺は課長の報告する数字がおかしいことも現会長に相談した。会社の収益に関わる重要な部分であるため、新社長としては見逃せない。日本に残った数名の社員に依頼して加藤課長について調査してもらった。その結果、不正の証拠は次々に出てきた。過去数年間にわたって着服を繰り返していたようだ。そんなことを繰り返していた加藤課長はもちろん解雇。会長から話があった通り、グアム旅行から帰ってすぐに辞令が出た。発展を妨げるもの、皆の足を引っ張るもの、それらの言葉はどちらも彼に向けて放たれたものだったのだ。それから彼のことに関して弁護士に相談することになった。会社の金を懐に入れていたとなれば、それは立派な罪だ。しっかりと償ってもらう必要がある。会長も俺も社員一同も事前で働いているわけではないからな。俺が社長に就任してからもう半年が経った。ひとまずの目標は残業を減らすことと生産性を上げることだ。転職してきたばかりの頃に家内でやっていたことを会社全体に広めるよう促した。それからフレックス制やリモートワーク制なんかも積極的に取り入れた。誰もがのびのびと働ける環境を整えることが社長としての最初の仕事となった。このシステム改革は好評で、社員たちからも様々な意見をもらえている。高橋社長、田中さん、どうされました？家内で話し合っていたのですが、社内連絡用にチャットを使うのが良いのではないかと思いまして、その方が気軽に確認できますし、スムーズかと。チャットですか。そうですね、確かに便利かもしれません。今度の役員会で話題に出してみますよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。今の田中さんのように場所や時間を問わず相談しやすい環境になったのは、俺が高いところに座るのを嫌ったからだ。なるべく社員と共にランチタイムを過ごし、笑顔で話すことを心がけたのだ。これはうまく効果を発揮してくれているようであった。グアムの会社で学んだ自由な働き方、日本の会社で学んだ日本人の勤勉な勤務態度、この2つをいいバランスで融合させたことで会社の生産性は右肩上がり。そんな会社の様子を見て会長は満足げだ。完全に安心しきっていて、今は世界一周旅行に出かけている。
隠居生活を満喫しているようだ。会長、俺、そしてグアムの方で社長に就任した一郎の3人で行う月に一度のウェブ定例会議でその様子が実況される。ひとしきり大笑いした後、仕事の話を始める。俺としてもこの流れが楽しみになってきていた。風通しの良い職場、メリハリのある職場、ストレスフリーな職場、そして誰も目の敵にされない職場、これが良い職場だと一言に表すのは困難だ。それでも俺は社員の声を聞いて、一つ一つの理想を現実にしていくつもりだ。そうやって積み上げられたものが会社をより良くしていく。そう信じて、俺はもっともっと高みを目指していこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。我が社は英語、イングリッシュのバイリンガルしか採用しない。日本語しか話せない底辺はGo home!帰れ。自分がバイリンガルのつもりなのであろう。面接官のひどい英語混じりの罵声に、俺たちはあっけに取られてしまった。Go home! Go home! そう言いながら、面接官は立ち上がり、出口を指で指し示し、ニヤニヤと笑みを浮かべている。その姿は、ひどすぎる英語の発音と相まって、なんだか逆に笑えてきた。なんだ？お前たちは日本語もわからないのか？さっさと帰れって言ってるんだよ。逆にお伺いしますが、あなたは面接官なのに、我々の履歴書もご覧になっていないのですか？俺の言葉にバカにしたような笑みを浮かべると、彼は口を開く。そんなもの見るだけ時間の無駄だろう。一つ質問すれば無能だってことがわかるんだから。面接官は自分の質問自体に問題があったことに全く気がついていないようだ。俺はそれを知らしめてやろうとゆっくりと口を開くのだった。俺は西村優太、現在就職活動中である。第一志望の会社は日本の雑貨や工業製品を外国に輸出している会社である。いわゆる貿易会社だが、そこを志望しているのには理由があった。俺は以前アメリカに住んでいたことがあった。慣れない異国で暮らしている時、街中で日本製のものを見ると安心したものだった。使い慣れたものがそばにある安心感。それに加え、日本のものは高性能で使い勝手がいい。もちろん俺たち日本人の体質や体格に合わせて作られているということもあるかもしれない。しかし、そんな日本製の商品の良さを世界中の人たちに知ってもらいたい、広めていきたいという気持ちがだんだんと大きくなっていった。これから面接を受ける会社は、主に日本の中小企業の商品を取り扱っている。生産数は多くないが、その分精密で質の高いものが多く、外国でも高い賞賛を受けているようだった。隠れた日本の名品を世界に発信していく。その会社の理念に感銘を受け、俺は受験を決意した。いくつものテストや面接を突破して、やっと最終選考にまでたどり着くことができたのだ。面接当日、俺は自分がとても緊張していることに気がついていた。会社の建物が近づいてくるたびに、どんどん胸の鼓動が大きくなっていくのを感じてしまう。周りの喧騒も小さくなってきて、顔が熱くなってきたと自覚していた。受付を済ますと会議室に通された。そんなに大きくない部屋には、俺を入れて5人の就活生が待機している。みな、ビシッとリクルートスーツを着こなし、とても優秀そうに見えた。そんな彼らの中で、自分が合格を勝ち取ることができるのだろうか。募集要項には、募集人員は若干名としか書かれていなかったため、何人合格するのかわからない。そんなことをぐるぐると考えていると、隣に座っていた女性が、俺に、小さな包みを差し出してきた。
大丈夫？ずいぶん緊張しているように見えたから。まだ時間には早いし、マスクの下ならわからないと思うし、飴食べます？差し出されたのはミント味ののど飴。俺は思わずその飴と彼女を見比べてしまった。彼女はニコリと微笑んで俺の手に飴の包みを乗せる。そして自分も口に飴を放り込み、マスクをしてから話し始めた。緊張しちゃいますよね。みんな優秀そうだし、早く終わればいいのにって思っちゃいます。あ、私山下渚って言います。よろしく。聞いてもいないのに彼女はペラペラと話し始める。しかし彼女の声は不思議と不快には感じず、俺はそのまま聞き続けることにした。私今までアメリカに住んでて、大学もアメリカだったんですよ。父親が日本人だから子供の頃はずっと日本にいたんだけど、アメリカに転勤が決まって高校の時から向こうにいたんです。また日本に転勤が決まって、一人で帰りたくないって言うから、私も日本の会社を受験することにしたんですよ。日本の就職活動って試験が多すぎると思いません？もう疲れちゃって大変。さっさと決めて楽になりたいわ。そんな正直すぎる彼女の様子に俺も笑みが浮かんだ。確かに書類選考からペーパーテスト、面接も1時、2時と何度も繰り返されて、やっと最終面接だ。優秀な人材を得たいという思惑はわかるが、受験生にとっては負担でしかない。正直に疲れるとか大変とか、そういった言葉をこの場所で口に出せる彼女の強さは、とても魅力的に見えると思った。あら、だいぶ緊張が取れたんじゃない？さっきまでガッチガチの顔してたもの。山下さんはそう言って笑った。そういえば顔のこわばりが溶けている。あれだけドキドキと音を立てていた心臓も今では気にならない程度。彼女のおかげで随分と落ち着いたようだった。本当だ、ありがとう。俺は西村優太、そういえば名乗ってなかったなと思って。やだ、私ったらずっと喋ってた。いつも友人に注意されるの、人の話を聞けって。いや、おかげで助かったよ。実は自分でも驚くくらい緊張してたみたいだ。お役に立てたのならよかった。俺たちはそう言って笑い合った。そこからたわいもない話をする。するとどんどんと気持ちが落ち着いてきて、平常心に戻っていくのが自分でも分かったのだった。時間になり面接が始まった。面接は5人のグループで行われるそうだ。受験番号順に並ぶと俺は山下さんと隣同士だった。面接官は2人、一人の年配の男性が田中と名乗り、面接が始まることを告げられた。面接官は俺たちをじろりと睨みつけ、おもむろに口を開く。では面接をスタートします。この中でイングリッシュを話せるバイリンガルは手を挙げて。バイリンガル？確か2カ国語を話せる人をそう呼ぶのではなかったか。突然この面接官は何を言い出したのだろうと思い、その意図を知るために面接官の次のセリフを待った。他の受験者たちも怪訝そうな顔をしている。すると田中は突然、オーマイガーと叫んだのだ。その声の大きさに俺たちは驚いてしまった。グローバルな社会だというのに、若い奴らはイングリッシュをスピーチすることもできやしない。ほんのー、この会社の面接を受けるというのに、どうしてバイリンガルがいないんだ。大きく身振り手振りを交えて話すその様子は、まるで何かの演劇を見ているようだった。まあ大根の演技だったけど。ふと横を見ると、受験生がみんなドン引きしているような表情をしている。まあそうだよな、なんだか大げさすぎてドン引きするよな。この人の英語、英語ってレベルじゃないし、全部カタカナに聞こえるんだよな。英語と日本語を混ぜて話すチャラい芸能人がいたけれども、あの人よりもずっとずっと程度が低い、話す英語も中途半端な
誰でも知っている英単語だ。俺たちが何をどう口を開けばいいのか分からずにいると、田中はにやりと笑って立ち上がり、出口を指さして大声を上げた。我が社はイングリッシュのバイリンガルしか採用しない。日本語しか話せない底辺は Go home! 帰れ。自分がバイリンガルのつもりなのであろう。面接官のひどい英語混じりの罵声に俺たちはあっけに取られてしまった。 Go home! Go home! そう言いながら面接官は立ち上がり、出口を指で指し示し、ニヤニヤと笑みを浮かべている。その姿はひどすぎる英語の発音と相まって、なんだか逆に笑えてきた。笑いをこらえなければならず、拷問にも感じる。絶対に笑ってはいけない面接なのかこれは。なんだ、お前たちは英語だけじゃなくて日本語もわからないのか。さっさと帰れって言ってるんだよ。あの、逆にお尋ねしますが、あなたは面接官なのに我々の履歴書もご覧になっていないのですか。俺の言葉にバカにしたような笑みを浮かべると、彼は口を開いた。そんなもの見るだけ時間の無駄だろう。一つ質問すればお前たちが無能だってことがわかるんだから。僕以外の人は一言も発していませんよね。名前すら聞かれていない。これのどこが面接なんでしょうか。これが世界のスタンダードなんだよ。ジャパンしか知らないような底辺は黙って出ていけ。バイ。田中は面接を行う気が全くないようだ。ここでいくら争ったって時間の無駄。彼は自分の質問自体に問題があったことに全く気がついていないようだ。俺はそれを知らしめてやろうとゆっくりと口を開くのだった。履歴書をご覧になっていないようなので気がつかれていないようですが、僕はハーバード大学を卒業しました。バイリンガルではなくてトリリンガルなので挙手はしませんでしたが、日本語と英語、中国語が話せます。は？ハーバード大だと？まさかそんな。田中は慌てて履歴書を手に取っていたが、そんなの関係ない、こんな上司の下で働くのは絶対にごめんだし、後々会社や労働基準監督署にクレームを入れることだって検討している。このまま手を引く気はないが、この場にいたいという気持ちはなくなっていた。それは他の受験者も同様であったようだった。俺の隣に腰掛けていた山下さんも勢いよく立ち上がった。私はスタンフォード大学を飛び級で卒業しました。最近までアメリカにいたので英語はもちろん話せますし、母のルーツが複雑なので日常会話程度なら7カ国語ぐらいは話せますけど、御社が採用したいのは英語のみ話せるバイリンガルでしたっけ。ああ残念。他の受験者も次々と立ち上がる。他の3人は日本の大学だが、東大や京大を卒業予定の人もいるようだった。学歴だけで全てを測ることはできないが、みんな優秀な人材なのは間違いない。ただバイリンガルかどうかだけの質問で不採用にするにはもったいない人材ばかりが残っているのだと、どうやら田中も気がついたようだった。おい、何勝手に帰ろうとしているんだ。先ほどはゴーホームと言っていたくせに、俺たちを引き止めようと焦って出口の前で道を塞いでくる。大きな体を揺らして短い手を上に下にと振り回す様子はどこか笑いを誘う。そんな彼の様子に呆れて、俺は英語で言ってやることにした。彼にわかるようにゆっくりと大きく口を開いて、帰れと言ったのはあなたじゃないか。今さら何を言っているんだ。人間性を疑うな。田中はポカンと目を丸めて何も言わずに俺を見ている。もしかしたら俺の話した英語がわからないのかもしれない。あんなにバイリンガルと言っていたくせに自分は英語すら聞き取れないのか。それはとても滑稽に思えて、俺はさらに英語で話を続けた。あなたは面接すらせずに僕たちを追い返そうとしましたね。そんなこと許されるはずがない。出るとこに出て話をつけようじゃないか。あなたは英語が話せない人間は底辺と言っていたが、自分はどうなんだ。
英語混じりの日本語は聞き苦しくて仕方ない。発音もおかしいし、滑稽で仕方ない。いい笑い話になったよ。早口でまくし立てたせいか、田中はほとんど意味を理解していないようだった。目を白黒させて、と声を上げている。受験生たちは、皆当然ながら俺の言葉を理解していたようだ。あざけるように笑って田中を見ていた。今の言葉理解しているのか？あの様子だと無理だろう。滑稽と言われているのに気がつかないなんて。自分が壊滅的な発音なのに、就活生にはバイリンガルを求めるとか、人としておかしいんじゃないか？皆、田中の態度に鬱憤が溜まっていたのだろう。そんなことをひそひそと話すものだから、田中は頭に来たようで、顔を真っ赤にしてわめき散らしている。俺は、英語を話せるんだ。決して、英語が下手だから取引先とは関係ない人事部にいるわけではない。ここにいるみんなが、あ、そういうことだったんだ、と理解した。こんなところで暴露しちゃうなんて、おそらくコンプレックスだったに違いない。そういう人間こそ自分をできる人間に見せようと、変なことをしちゃうものなのだと知ることができた。そんな時、山下さんはもう一人いた面接官の方に歩み寄っていった。すっかり忘れていたが、面接官は二人体制。田中ばかり目立っていたが、もう一人、椅子に座ったまま、じっと動かずにいた男性がいたのだ。増田さん、今のこと、ちゃんと社長に報告してくださいね。増田さんって、あの人は今まで口を開かなかったから、名前なんて知らないはずなのに、社員証だってつけていないし、俺はそう思っていたが、増田さんはしっかり、ああ、とうなずくと、胸元からスマホを取り出した。そのスマホは画面が通話中となっており、そこに表示されていたのは、社長という文字。表示はスピーカーになっていたので、俺たちの声もよく拾っただろう。もちろん、田中の声も。今までの面接のやりとりが社長に聞かれていたのだと、全員が理解できたのは、すぐのことだった。どういうことだ、増田？田中は増田さんに詰め寄るが、増田さんは田中の顔の前に、すっとスマホを差し出した。スピーカーにされたスマホから、落ち着いた男性の声が聞こえる。この声の持ち主が、きっと社長なのだろう。今までのやりとり、面接の最初からすべて聞かせていただきました。その言葉に、田中の表情は真っ赤から真っ青に一転した。増田さんは画面を操作し、ビデオ通話にすると、スマホの画面を俺たちに向けた。画面に映っているのは、メガネをかけた穏やかそうな初老の男性。彼が社長なのだろう。俺は社長からの指示でずっと通話をつないでいたんです。田中さんは全く気がついていなかったみたいですけど。そうだろう。社長が聞いてるとわかれば、あんな横柄な態度で面接は行わないはずだ。まあ、面接と言えるのかどうかもわからないほど、ひどいものだったが。社長は、これから会場に向かうから、俺たちに待っていてほしいと告げた。もちろん、田中にも念押しするように、絶対にそこを動くなと、強い口調で言った。ほどなくして現れた社長は、まず最初に俺たちに向かってすぐに頭を下げた。うちの社員が、大変失礼な面接をしてしまって、申し訳ありません。非はすべてこちらにあります。自分よりもずっと年上で、立場が上の人から、こんな風に頭を下げられる経験なんて、人生初めてだった。それは他の受験生も同じようだ。俺たちは、どうすればいいのかわからない様子で、お互いに顔を見合わせた。顔を上げてください。そんな、社長さんが悪いんじゃないので、お願いします。俺はそういうのが精一杯だった。他の受験生もそのようで、俺と同じようにお願いしますと逆に頭を下げていた。社長は俺たちに向き直ると真剣な眼差しで俺たちのことを一人一人しっかりと見つめた。後日また面接の機会を設けます。ぜひもう一度面接させてほしい。もちろんあなたたちには断る権利があります。
こんな会社は嫌だと思われても仕方のないことを我々はしてしまったのだと思っていますが、君たちのような優秀な人材を手放してしまうのはこちらとしても心苦しいのです。どうかもう一度チャンスをいただけないだろうか。いえ、そんな、ありがとうございます。思っても見なかった社長の申し出に俺たちはまた頭を下げる。社長は田中と違いちゃんとした人のようだ。真摯な人柄が伝わってきた。実は彼のことは他の社員からも相談を受けていてね。社長は田中の方を視線で示しながら話し始める。田中はぎくりと体をこわばらせたように見える。顔は真っ青で冷や汗が流れていくのがわかるほどだった。彼は今年から採用面接の担当になったのだけど、これまで新卒の採用面接に合格した者が全くいなかったことに疑問が出てね。調べてみたら彼の一存で不合格になっていたことがわかった。みな素晴らしい経歴の人たちで、例年なら合格するであろう人材だ。これはおかしいのではないかと社内から声が上がった。田中が面接を行うのは最終面接のみであり、一時二次面接は他の人が担当していたらしい。最終面接はほとんど入社の意思を確認するようなものであり、例年であればそこで不合格になることなんてほとんどない。おかしいと声が上がるのは必然だったんだろう。そこで今回一緒に面接を担当するという増田君にお願いして様子がわかるようにしてもらっていた。そうしたらこのざまだったということだ。社長はぎろりと田中を睨みつけた。圧力のある目力というのはこのことを言うのだろう。自分に向けられたものではないというのに、俺は背筋が凍ってしまうような気持ちになってしまった。田中はすくみ上がって後ずさり、あろうことか逃げ出そうとしてきびすを返す。しかし近くにいた増田さんが田中の腕をつかみぎゅっと押さえつけて逃げられないようにしていた。振り払われたら今度は田中の腰にしがみついて離さない。増田さんの執念のようなものを感じるほどだった。離せ増田、お前部下の分際で。絶対に話すもんか。お前の横暴さにはもううんざりなんだ。俺だって平和な会社員生活を送りたいんだ。増田さんはそう叫ぶとますます力を込めて田中を抑え込んだようだった。とてつもない恨みを感じるのは気のせいだろうか。田中はうめき声を上げながら逃げようともがくが、次第に諦めたらしい。ぐったりと力を抜いてその場に座り込んでしまった。社長、違うんです。私は新卒の彼らに諦めない強い心を持ってほしいと思っていまして、あえて強めの言葉を選んで面接を行ったんです。それ以外の意図はありません。おう、それで。田中を見つめる社長の目は冷たい。社長だけではなく、その場の全員が田中に冷たい視線を送っていた。今の若者は我慢が足りません。嫌なことをさせられた、言われたと言ってすぐに仕事を辞めてしまう。そんな人物が入社したら会社にとって大きな損失になります。ですから古いにかけて優秀な人材を確保しようとしたのです。先ほどの通話を聞いていたら、彼らの出身大学さえ把握していなかったようじゃないか。履歴書すら見ないとはどういうことなんだ。履歴書などを先に見ると先入観が出てしまいまして、その人となりを見られないのではないかと。一次面接、二次面接では人となりは見られなかったと。君は意味がなかったというのかね。そういうわけでは。うちの会社の入社試験はどういうものか知っているか。かなり難しいと言われているのだが、それらに合格した彼らが優秀ではないと。いえ、そうではなくて。ではどういうことなんだ。社長は淡々と落ち着いた口調で田中を追い詰めていく。最初は流暢にあれこれ言い訳をしていた田中も、次第に声が小さくなり口ごもって何も言えなくなっていった。高橋慎一郎。田中が何も言えなくなり、しんとなったその場に女性の凛とした声が響いた。
一歩前に出て声を上げたのは山下さんだった。田中がはっと顔を上げて青ざめた顔で山下さんを見る。その表情は明らかにその名前に心当たりがあると言っているようだった。どうしてその名前を。高橋慎一郎の娘さやかと私は親友なの。彼女から相談を受けていたのよ。父親が自分の就職のために賄賂を配ろうとしているって。賄賂？俺は思わず口に出してしまい、慌てて口をつぐむ。山下さんは一瞬こちらに視線を向けたが、気にしない様子で話を続けた。さやかから聞いたのは、ここともう一つ別の会社。もう一つの会社は担当者が受け取らずに計画が頓挫したと聞いたわ。でもあなたは受け取ったみたいね。そうでしょ。だから他の受験生を落とそうとしたんだわ。そうじゃなきゃあんなありえない面接をするはずないもの。どうやっても合格させるつもりがないなら、わざわざ面接なんてする必要ないもんね。だからさっさと返そうとした。そうでしょ。違う。俺から言い出したことじゃない。高橋が俺がこの会社の人事担当だって知ったら、勝手に金を300万も渡してきたんだ。だから俺は仕方なく。田中のその言葉は山下さんの言葉を肯定しているとも同然だった。自分の失言に気がついたのか、顔が青色を通り越して土系色になっていた。社長はまた田中を淡々と追い詰めていく。優秀な受験生をみんな不合格にしたのは、高橋の娘を採用するために邪魔だったからか。それは。他の受験生が採用されれば、高橋の娘が採用できなくなるかもしれないからな。金を受け取った以上、それができなくなるか。それは、その通りで。田中、お前は何をやっているんだ。社長の怒声がその場に響く。田中はこうべたれて社長に土下座を始めた。申し訳ありませんでした。謝れば済む問題か。お前がやったことは会社にとって不利益でしかないんだぞ。はい、申し訳ありません。ただただ頭を床にこすりつけて同じ言葉を繰り返す田中に対し、何を言っても無駄だと思ったのだろう。社長は一つ息を吐いて姿勢を正した。高橋の娘のさやかさんは常識的な人だったよ。お前と違ってな。社長の言葉に驚いた様子で田中は顔を上げた。なぜ高橋の娘を知っているのかとでも言いたそうな表情をしている。そこの彼女、山下渚さんのお父さんと私は昔からの知り合いでね。彼女を通じてさやかさんからも相談を受けていた。父のしていることを悲しんで、うちの会社は受験しないと言ってきたよ。お前の受け取った金はそのうち返還を求められるだろう。そんな、今までしてきたことは全て無駄だ。社長はがっくりと肩を落とした田中にさらに追い打ちをかける。田中、お前は懲戒解雇だ。荷物をまとめてさっさと会社から出て行きなさい。そんな、私は今まで会社のために身を粉にして働いてきました。それなのに。今までの君の態度を私が何も聞いていないと思っているのかね。そこにいる増田君をはじめ、自分の部下にどんな態度をとっていたのか思い返してみなさい。君のような傲慢な社員は我が社には必要ない。もう顔を見せるな。不愉快だ。社長の冷徹な表情は田中のメンタルもゴリゴリに削ったらしい。田中は肩を落とし、ノロノロとその場を去っていった。彼が会社に戻ってくることはその後なかった。社長は俺たちに再度謝罪をし、後日今まで不合格になった人たちと共に面接を受けることになった。みな優秀だからおそらく合格するだろう。君たちが嫌でなかったらぜひ一緒に仕事がしたい。そう言って優しく笑う社長は、先ほどの冷徹な目で田中を追い詰めていた人とは
同一人物だと思えなかった。帰り道、俺は山下さんと同じ方向だというので、途中まで一緒に帰ることにした。いやー、あの時の西村さん、かっこよかったよ。英語で田中を追い詰めていくの、すごくスカッとしちゃった。山下さんこそ、面接前に緊張をほぐしてくれただろ。そのおかげだよ。ありがとう。照れちゃうじゃん、もう。俺たちはそう言って笑い合った。山下さんは笑顔が可愛らしくて、とても話しやすい。同じ受験生でライバルとも言える俺に声をかけ、心配してくれた彼女が、俺はとても気になっていた。しかし、気になることが一つあった。それは彼女がこの会社を受験した経緯だった。彼女は社長との知り合いであり、さやかさんの相談に乗っていたという。面接を受けたのも社長の頼みで調査のためだったそうだ。ということは、この会社に入社するわけではないということで、もしかしたらここで別れてしまうと、もう会えなくなってしまうのかもしれない。山下さんってここの会社の面接、もう一回受けるの？俺は思わず聞いてしまった。彼女は大きな目をこちらに向けてまっすぐに見つめてくる。ああ、私ね、実はもう内定もらってて。申し訳なさそうに視線を移す彼女。そんな彼女の目線は横へと向かい、彼女の細い指先が大きなビルを指し示した。あの会社なんだけど。そこは今日面接を受けた会社の隣のビル。そこは俺でも名前を聞いたことのあるような。大手の広告代理店だった。彼女の優秀さを改めて痛感する。こんな大きな会社に内定をもらっているなんて、俺には釣り合わないんじゃないか。そんな考えが一瞬頭をよぎった。しかし、彼女の言葉が俺のそんな考えを吹き飛ばす。もしさ、西村くんが内定もらったら、春から一緒に通える、かな？そう言って俺を見つめてくる彼女の方は、少し赤くなっていたようにも見えた。俺は絶対に合格してみせると、さらにやる気がみなぎってきたのだった。その後無事に面接は行われ、俺は内定通知を手にすることができた。俺と一緒に面接を受けた人はみんな合格したのではないだろうか。入社式では同期の中で知った顔を見つけることができた。風の噂というか、増田さんの情報によると、田中はあの後、なかなか就職が決まらないらしい。郊外のコンビニで品出しのバイトをしていたとの目撃情報があったとのことだ。田中のやったことは、業界内でかなり有名になった。上層部でも情報共有が行われたらしく、どの会社に履歴書を送っても、門前払いの状態だそうだ。増田さんは人事部から移動して、今は俺と同じ部署で働いている。面接の時は全く喋らなかったから、寡黙な人だと思っていたけれども、実はかなりの饒舌だったらしく、彼のおかげで部署内のコミュニケーションが取りやすくて、仕事がはかどり、俺もすぐに馴染むことができた。社長の人柄なのか、社内の人たちはいい人ばかりで、田中ばかりが異質だったのだと気がついた。あの時、早まって面接を切り上げて帰らなくてよかったと、改めて思うのだった。俺は会社の帰り道、山下さんと待ち合わせをしていた。食事をしたり、お酒を飲んだりしながら、近況の報告や仕事の相談、愚痴など様々なことを話して、楽しい時間を過ごしている。彼女から聞いた話であるが、あの父親が暴走した高橋さんは、賄賂の効かない地方公務員として就職したらしい。父親から離れたいと、内緒で遠くの県で受験をしていたそうだ。父親が暴走したが、彼女自身はとても優秀な人だという。親友と会う機会が減るのは寂しいけれど、自分がアメリカにいた時だってそうだったし、いつでも LINE やビデオ通話で話ができるから、と山下さんは笑っていた。彼女はとても頭の回転が速くて、知識が豊富であり、話していると話題が尽きない。あっという間に時間が過ぎてしまい、終電になってしまうこともしばしばある。
そんな彼女はとても魅力的なので、いつ他の男に奪われるか気が気じゃない。早く自分の気持ちを伝えたいと思っているけれども、この気やすい関係性も心地よく、なかなか言い出せないのが今の悩みである。山下さんは、お母さんがメキシコとアメリカにルーツを持つせいか、視野が広くグローバルな価値観を持っている。彼女と話していると、自分の価値観の狭さに気がつくこともあり、毎日が新しい発見だ。多様な価値観を受け入れて理解していくことは、自分の仕事の上でも、これからの社会にとっても大切なことだと思う。俺の夢は、世界中の人と関わる仕事をすることだ。世界には、自分では思いもよらないような価値観を持つ人たちもいる。育ちや環境が大きく違えば、考えも変化していくものなのだ。その価値観を尊重し、分かり合うために、もっともっと成長していきたいと、改めて思う毎日なのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。なんで寄生虫と同じ空気を吸ってるのかしら？どうして私がこんな人と親戚なのかしら？寄生虫は寄生虫らしい振る舞いをしなさいよね。いつも私が家事をやっているのに、いびってくる義母。それを知らずに、義子夫妻も私たちのことを見下してくる。いつものことだから我慢すればいいだけのこと。でももう耐えられなかった。私は藤井美希、27歳の専業主婦をしている。旦那の隼人は大学の時に知り合った。就活の時もエントリーシートや履歴書などの添削をお互いするなど、いろいろなことを一緒に乗り越えてきた。隼人は小さい頃から本を読むのが好きで、本に関連する仕事を希望していた。ご縁があって、ある出版社に内定が決まり、バリバリ働いている。ある程度仕事にも慣れたタイミングで、プロポーズ。結婚した。私は結婚を機に専業主婦として、隼人をサポートするようになった。結婚生活はとても幸せで、何も不満はなかったが、義母と私の関係はあまり良くなかったのだ。何かにつけて、子供もいないのに専業主婦なんて、とか、子供がまだできないのは、ミキさんに問題があるんじゃないのかしら？と、私が嫌な気持ちになるようなことを言われた。隼人にも相談したら、嫌な思いをさせてごめんな。昔から母さんはああいう人なんだ。あまり関わらないようにしよう。と、あまり義母のことをよく思ってはいないようだった。実際付き合っていた頃、隼人が実家に帰ったり、義母との話が出てきたりしたこともほとんどなかったのだ。もう一つ私にとって引っかかるのが、隼人の兄だ。隼人には、双子の兄のコウタがいる。双子だが、見た目も性格も全然似ていない。コウタは学生の頃から女子にモテて、彼女が途切れることがなかったらしい。要領がいいのか、大学も国立の有名な大学に行き、卒業後は、エリート商社マンとして活躍している。一方、隼人は割と人見知りな性格なので、コータとは対照的だった。私も初めて会った時は、本当に双子なのかな、と思うほど、すべてにおいて完璧なコータと平凡な隼人。そのこともあってか、義母はコータを何かにつけて引き合いに出し、さすが自慢の息子よ。隼人に対しては、なんで隼人はこんなに何も秀でるものがないのかしら。同じ日に生まれてきたのに、全部先に生まれたコウタが持っていっちゃったのかもね。というのを耳にしたことがある。自分の息子なのになんてことを言うんだろう、と自分までバカにされたような気持ちになり、
悔しくなった。そしてコウタもかなりの自信家。初めて結婚のご挨拶に家族全員と顔合わせした時に、へえ、こんな隼人でも結婚できてよかったな、ミキさんありがとうね、なんかお似合いって感じ、と言われたのだ。でも今から家族になれば仲良くなれるとその時は信じていた。義母は数年前に義父と離別して一人暮らしをしていた。義父は会社の経営者で生前かなりの資産があったらしい。隼人の話によると、仕事熱心だった義父は無理がたたり脳梗塞で倒れ亡くなったと聞いた。遺族である義母は義父の残した莫大な貯金を受け取ったのだった。義母は昔からギャンブルやブランド物が大好き、悠々自適に豪遊していた。また隼人の兄のコウタは結婚していて、妻のアヤは有名なモデルだ。アヤも結婚の挨拶の時に、この人が隼人さん？へえ、なんかコウタと違うね、なんでなんだろうね、と言ったり、私に対してはミキさんが妹になるんだ、私みたいに顔が整ってるわけじゃないんだし、メイクとか洋服とかもう少し気を使った方がいいよ、ブスが強調されちゃうから、と初対面の私にものすごい言いようだった。コウタは商社マンの俺と売れっ子美人モデルのアヤと平凡会社員のハヤトとブスなミキさんが同じ家族ってありえなくね、これでも同じ血が通ってるなんてな、という始末。アヤは、ちょっとコウタ、本当のこと言いすぎ、と頭に血が上りそうになったが、これで結婚がなしになったら元も子もないと必死で我慢して泣きながら帰ったのだった。そんなある日、義母が階段で転んだという連絡が隼人にあった。散歩中に道路の段差で転倒してしまい、命に別状はなかったものの右足を骨折してしばらくは動けなくなってしまった。そして義母の自宅で私たち夫婦は同居することになったのだ。隼人はコウタに頼めばいいじゃんと言ってくれたが、コウタ夫妻からは、俺もお袋は心配だけど子供も小さいし一軒家も買ったばかりだからな、ちょっと厳しいんだよ、と断られてしまったのだ。私は義母と同居はちょっとなぁと思ったが、義母の家は隼人の勤務先にも近くなるし、ちょっとは貯金もできるかもしれないという淡い期待もあった。しかし、その淡い期待はあっさり打ち砕かれてしまうのだ。義母と同居するようになってから、私をまるで召使いのように扱い出した。ミキさん、冷蔵庫からワイン取ってきて。あと、氷とおつまみもね。床掃除をしていたが、はい、今持っていきますね、と慌ててキッチンに向かう。持っていくと今度は、ミキさん、なんかこのベッド足が動かしにくいのよね、だからむくんじゃって、ふくらはぎも揉んでくれる？確かに安静にしないといけないなら私が動くのは構わないが、義母はギャンブルやブランド品に自分のお金を使って、食費や光熱費は私たち夫婦が払っていた。パチンコに行くときは割と元気そうな気もするのだ。ただ義母の家に住ましてもらっているため仕方ないか、どうせそんなに長くは同居しないだろうし、とぐっとこらえていた。今度は義母はコウタの顔が見たいと言って、毎週末のようにコウタ夫妻を呼ぶようになった。私は平日の義母との時間も苦痛なのに、さらに苦痛な時間が増えるのかとげんなりしていた。私は毎食の食事、
買い物、掃除と家事のすべてを義母の分までしていた。コータ夫妻が来るときは、ゴーダたちの分も当然準備しなさいよ、と義母に言われていた。そして、それを知らずにコータ夫妻は、私が作った食事をひたすら食べ散らかして、後片付けもせずそのまま帰っていく。アヤが、お母さんの作ってくれるご飯、いつも凝ってて美味しいです。毎日食べたいな。と言うと、義母は、あらあら、私も毎日でも来てほしいわよ。でもモデルは食事制限もあるから大変よね。と、さも自分が作ったかのように話す。私が口を開こうとすると、私にしか見えないように睨みつけて、本当のことを言ったら知らないわよ、という顔をしているので、とても言えない。コータとアヤには、1歳6ヶ月のアコという娘がいる。毎週連れてくるのだが、アコが来ると家中走り回ったり、机にあるものを落としたりと元気いっぱい。というより、嵐が来たかのよう。それに対して、夫婦も注意しないのだ。おまけに、ハヤトと私に向かって、あ、おちょこぼれのおじさんと、ブスなおばちゃん、と言ってきたのだ。どこでそんな言葉を覚えたのか。どう考えても、コータ夫妻が家で言い聞かせているに違いない。正直子供に対しても腹が立って仕方がなかった。なんてとんでもない家族なんだろう。そんなある週末、コータ夫妻がやってきて、いつものように私が作った食事、私が買ってきたお酒やおつまみを食べながら、いつものことなのだが、私たちを見下してきた。毎日毎日家事に食事、おまけに生活費までお母さんが負担してるんでしょ？この寄生虫が。と、アヤが私に対して突っかかってきた。いいわよね。何も取り柄がないから、他人に寄生していい思いしてるんだからね。私みたいに自分の力でお金を稼いでこないなんて私には無理。専業主婦してるなんてありえないわ。と、ワイングラスを片手に毒づいてきた。超やだやだ。なんで寄生虫と同じ空気を吸ってるのかしら。なんで私がこんな人と親戚なのかしら。マジありえないんだけど。普通寄生虫は寄生虫らしい振る舞いをしなさいよね。アヤは酔いも回っていたのだろうが、さすがに私も怒りで手が震えて思わずこう言ってしまった。ここにあるもの、誰のお金で誰が買ってきて誰が作ってると思って言ってるんですか。アヤが、ん？それどういうこと？と聞いてきたので、今まで義母が二人に言っていなかったことを正直にぶちまけてやった。義母の世話をしていること、食費光熱費もすべて負担していること、毎食の料理やお酒もすべて私が準備していたこと、コータもアヤも私の剣幕にあっけに取られて、え、そうだったの？今まで知らなかった、とちょっと呆れ顔。義母は、あ、これは、と、みるみる顔色が青ざめて、声のトーンも一気に下がり、急にもごもごし始めた。ここでハヤトが、たかが足の骨折で、こんなにミキをこき使うのは我慢できない。怪我はもう治ったってことで、出て行かせてもらうよ。と、きっぱりと言い放ってくれた。ええ、構わないわよ。こっちだって願い下げよ。と、義母はテンションは下がりながらも、最後まで喧嘩腰だった。半年後、コータ夫妻が私たちを訪ねてきた。ハヤト、悪いんだけど、いろいろあって、ちょっと金がなくってさ、よかったらここに一緒に住ませてくれないか？と、コータが私たちに突然お願いをしてきたのだ。これまであんなに私たちにひどいことを言ってきたのに、
同居したいなんてありえない。せっかく平和な日々がやってきたと思っていたのに、そこでこう返事をした。私は来月出産を控えていて、家族が増える予定です。小さい子供もいますし、ここのタワマンも買ったばかりなので、ちょっと同居は厳しいですね。ハヤトも、そうだな。それに、お前たち夫婦と、俺たちは対照的すぎて、同じ血が通ってるとは思えないから、同居は無理だな。諦めてくれ。あれから義母はというと、相変わらず、ギャンブル癖と、ブランド物の浪費癖が抜けていなかった。まあ、人間そうそう変わることはないのだろう。結局、義父との家を売り払って、アパートで暮らし始めていた。そんな矢先、アパートの階段でまた転倒してしまい、今度はコータの家に転がり込むことになったらしい。コータの嫁のアヤは嫌がったようだが、マザコン気味なコータは義母のことを見放せなかったのだ。同居をきっかけに義母の浪費癖に巻き込まれて、ギャンブルから雪だるま式に膨らんだ借金を抱えることになってしまった。そこからコータは、なんで俺がこんな目にと精神的に病んでしまい、エリート商社からも見放され退職してしまった。アヤは週刊誌でアコとスーパーに買い物に行っているところを撮られ、アコのわがままな様子とそれを放置している姿も載ってしまい、好感度が片落ち。業界内でも態度が悪いこともあり、仕事を干されてしまった。そりゃこれまでよくバレなかったなと思うくらいだが、それもあってコータ夫妻にはお金がないのだ。一方私たち夫婦はというと、あの一件をきっかけにタワマンに引っ越した。というのも、実はハヤトは売れっ子編集者として収入も以前とは比にならなかった。また私が契約していたこともあって、タワマンを購入することができたのだ。そしてハヤトは最初の会社を辞め、その仕事つながりで知り合った社長から声をかけていただき、今は大手出版社の編集長として活躍している。本好きなところから、ハヤトが気になった作家の本が軒並みベストセラーや大きな賞を受賞することから、社内でも敏腕編集長と言われているとか。この半年間で商社マンのコータと売れっ子美人モデルのアヤ、落ちこぼれと子供から揶揄されたハヤトとブスと見下された私の生活は逆転していたのだった。自分の願いが叶わず、コータは、くっ、まさか俺がこんな思いをするなんてと私たちを蔑んだ目で見つめる。思わず私は、まあ私たちと違ってお二人はとても素晴らしい方々だとご自身でも言われていたので、私たちなんかに頼らなくても大丈夫ですよ、頑張ってくださいと言っておいた。私はその後、子供も無事生まれて、毎日家事に育児で忙しい日々だが、子供に癒される日々。ハヤトも忙しいながらも帰宅後や休みの日は育児もしてくれる。頑張ってくれているハヤトをさらに献身的にサポートしていこうと、料理のスキルも上げようとさらに勉強している。その甲斐あってか、時短料理レシピや家事のことを自己満程度にインスタにアップしていたところ、たまたまバズって定期的に雑誌やテレビの取材も入るようになったのだ。いろいろあったが、今となっては義母やコータ夫妻との経験があったからこそ、周りにも優しくできる。また他人には絶対に嫌なことを言わないようにしようと心がけている。普段から言動を意識すれば、必ずいいことが巡り巡ってくると分かった。そのおかげで家族3人とっても幸せな毎日だ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。